こんにちは、タノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。まあ、とは言っても日本語で、ね、お伝えするんであまりですね、これを検索してこられる方は意味ないかなと思うんですけども、今日はですね、この手ぬぐいの使い方です。で、まあ、手ぬぐいっていうのはすごく吸水性がいいものね、まあ、生地なんですけども、一般的なそのプリントの生地ではなく、すごく、アブソリュートっていうね、吸水性がいいっていうことなんですね。ですから、それを吸水性を利用した使い方、まあ、あるいはこういった日本のですね、トラディショナルデザインをですね、利用した使い方っていうのをですね、紹介しているページ私ども作りました。で、kanojapan.comからユーズっていうところの、スラッシュですね、ちょっと今この下に出てると思うんですけども、ここのサイトをですね、ね、見ていただきますと、そこにですね、いろんなその使い方が出ています、ね、で、こういった使い方するんだなっていうことで、まあ、これ以外にですね、もっと多分、海外の方でしたらいろんな使い方をですね、アイデアで、使えると思うんですね、まあ、テーブルクロスにしてみたりですね、あるいはランチョンマットにしてみたりとか、まあ、吸水性がいいもんですので、まあ、英国でいう、ハンカチーフですね、ハンカチーフみたいな使い方もできるですね、You can use handkerchief ですね、できるということですね。ですから、ぜひですね、一度、その使い方をですね、見ていただいて、それをヒントにですね、まあ、いろんな使い方を考えてみてほしいんですね。で、デザイン的には、私どものサイトに出ているのはジャパニーズトラディショナルデザインです。ジャパニーズトラディショナルデザイン、昔からある伝統的なデザインになりますので、このトラディショナルなデザインのものをですね、使ってですね、和のテイストを味わってもらうということができます。ですから、ぜひですね、一度そこのページをですね、ご覧になってですね、どんな使い方するんだということで、一度参考にしてみてください。よろしくお願いします。